はようございます、ゆうちきです。はい、池原から移動してきて琵琶湖にやってきました。今日はねちょっとあいにくの雨なんですけれども、また今日もリブレさんからパスボートをお借りして夏の琵琶湖ガチロックやっていきたいと思います。本当は昨日も出る予定だったんですが、昨日はちょっと琵琶湖が荒れてたので、出れませんでした。なので今日デイワン勝負ということで頑張りたいと思います。出たよ。僕はないけどトップで出た、嬉しい。いい当たり。うわ、でかでかい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 。遠かったからあれだったけど、やったー、キックノッカー出れた。シャローだ。やったー、キックノッカー出れた。シャローだ。わっしゃー。え、もっとでかくない？めっちゃくちゃいいや、でかかったよ。結構いいサイズよ。結構いいサイズよ。スタジオ開きで52かな。52
耳です。で、皆さんも結構パンパンよこれ。おお、2270。いや、釣れた。よいしょ。イエーイ。綺麗なバス。パンパン、よっしゃ嬉しい。この間商品紹介で、前回の動画で紹介した新しいキックの音がいいんかな、やっぱね。ありがとう。最高。出そう。ずっと出そう。よっしゃ。よっしゃ。オッケー。
おお、いいサイズ。また今の良かったもんな。でかいでかい。出た。何センチですか。いや、53センチ。これでもパンパンだよ。さ、これはさっきのより重そうだな。お、2380です。やったー。今日は釣りたい釣りで釣れてる。ナイスバス。シャロウスカルのトップゲームで。嬉しい。お疲れ様でした。釣れましたね。いや、沖はね、結構私には難しかったんですけど、でも釣れてる人もいましたし、あとはまあ雨の時間のシャロウゲームを楽しめたんで、また違う琵琶湖の楽しみ方を覚えましたね。また遊びに行きたいと思います。60は出ませんでしたね。今日もまだまだ続きます。はい、ということで、今回も DVA さんからご情報をお借りしました。皆さんもぜひ使ってみてください。めちゃくちゃ快適なんです。はい、ということで、終了。おじゃのー。